皆さん、こんにちは。マーシーです。本日は2021年3月17日水曜日、午前11時16分に撮影しております。えー、っとですね、緊急に撮影しているんですけども、まさかの、まさかの事態です。3月17日水曜日、本日ですね、午前9時59分に、先週火曜日から、 フルタイムプラス4時間の残業で働く予定だった運送会社から本日の9時59分に電話がかかってきましたまさかのまさかじゃないですかまさか電話がかかってくるとは思いませんでした当然私回しは電話には出なかったのですが多分おそらく退職届を書きに来てくれとか制服か もしくは給料のことだと思われます。当然私回しは電話がかかってきたんですけども、電話に出ませんでした。ちなみに私回しは自宅の電話番号は、緊急連絡先につきましては自宅の電話番号を書いているんですけども、自宅の電話番号は私回しが20歳の時までに使用していた自宅の電話番号なので、運送会社が自宅に電話しても、 絶対に繋がらないんですよということはこちらの携帯の電話番号でしか私マーシーとの連絡の手段はありませんなのでさすがに今回ね私マーシーの責任ですし2時間でバックれてしまったことにつきましては心から申し訳ない気持ちでいっぱいであります なので今回ね1回目の電話9時59分にかかってきた時には電話には出なかったのですが2回目3回目もしかするとかかってくる可能性がありえますなのでもし次電話がかかってきた場合は電話に出ることを前向きに検討しておりますただ会社側も私まし当然ね留守電の機能がありますので留守電に何かね一言メッセージ 伝えたいことを入れてくれれば私回しもね折り返し電話をしやすい雰囲気環境ができていたのではないかなと思いますただだってフルタイムで残業4時間とかちょっとありえないじゃないですかしかも体育会系の会社で当時ね冷静になって考えてみましても私回しは乗り越えられる気力体力メンタルがないということで このような行動をばっくれてしまったわけであります。前日に私回しーーは会社の方から出勤確認の電話をしてくれと言われていたので前日に電話することも考えましたがその当時前日からすでに憂鬱でしたので出勤確認の電話はしませんでした。なので会社側は私回しーーは出勤。 マーシー君は出勤しないのだなという判断を当然ね火曜日ね電話がかかってこなかったので翌日以降火曜日以降も一切電話がかかってきませんでした1週間経った昨日火曜日も電話がかかってこなかったので当然会社側も私マーシーは出勤しないもうあきら会社側が諦めたんだなと私マーシーは判断していましたですが今日日水曜日に 9時59分に電話がかかってきました。おそらくね、退職届け、制服給料のことだと思われます。私ましも次の仕事ね、できるだけ極力気持ちよく人として筋を通したいという思いは今でもありますので、2回目、3回目電話がかかってきた場合は、電話に出ることも検討しております。本当に今でも2時間でバックれてしまったことに関しましては、 申し訳ない気持ちでいっぱいであります。これからも私、マーシーをよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。